隣の部屋行った。うん、かわいい。ハロー。あなたも撮ってほしいの？かわいすぎ。会話してる、会話してる。かわいい。ホテル。バイバイ、このホテル。持っとけばいいってこと。じゃあ行こう、ピトリンところ。どこだったっけ、ピトリン。行きましょう。ええ天気やな。おしゃれじゃない。うわ最高でした。テイクアウェイしよう。後からカプチーノ。カプチーノじゃない、ロングだ。アメリカの。あ、そうだ、動画の撮る。全然綺麗にないぐらいだけど。おいしそう、ベジー。ベジーブレックファースト。ペン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 。おいしそう。失礼します。ねえ、半熟かと思ったら半熟じゃなかった。え、しかも卵なの？卵なの？え、卵。え、でもさ、こっち側チーズっぽくない？あ、チーズ卵なんだ。ワッフル溶けそうやな、そこ火当たって。あ、ほんと甘い。これアイス？うん、すごい。何ですかね。うん、これさ、ブルーベリーじゃなくて何だっけ。ラズベリー。ラズベリー、うん、まあ、色が、いちごの色が日本と違うのか。あー、へえ。全然違う、この皮とは。うん、可愛い服に出会ってしまったので、こちらをかませていただきます。怖い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 。誰誰誰、彼氏、リコの彼氏。リコの彼氏じゃない。まずはでも今日可愛いよ。今日何、どこどこ宣伝しといた方がいいんじゃない。あ、このガンダ全部ガンダ、全部ガンダ。おガンダ。あれ、靴とサングラスはない。ちょっと奥にバイバイだよ、ここ。寂しいな。寂しいね。はい、撮りました。はい、はい、顔出し、顔出し。あとちょっとで出てしまいますよね。もう終わっちゃうよ。どうでした？一週間の旅は。あっという間すぎましたね。楽しすぎて。最初は街にいたんですもんね。そう、車にある。全然違う楽しさです。あ、また全然違う。3ぐらいあった。3通り。1個目はどんな感じだった？カフェビルで、あ、シティを楽しむ。シティを。はいはい。シティをね。そう、シティを楽しむね。なんかウーバーに乗ってみたりとかしながら。そうそう、自転車乗ったりとか。で、2タイプ目はキャンピングカーで大陸をぐるぐる回りながら、大陸
番の思い出はどこですか？一番の思い出か、ちょっと難しいな。いろいろあったよね、もうかなりあったよね。ありすぎて一番を決めれない。じゃあベスト3行こう。じゃあ僕一番は、はい、やっぱり永遠と通過の地平線と直線と何十キロと走った、やっぱりあそこがすごく良かったと。2番目はやっぱり、ちょっと2番目が大事、2番目がやっぱりクラクションの話だけど、羊可愛かった。あの羊の顔は最高だった。むしゃむしゃしてたよね、どうしたみたいな。みんながあのめっちゃ可愛かった、まぬけな顔してね、こっち見るときが一人が逃げたらみんな逃げてる。そうそうそう、あれは最高だったな。あれ最高だった。そう、3つ目あとカフェのレベルの高さですね。いろんなカフェがあんなに密集してて、それぞれ個性があってよかったよね。なるほど。そう、そんな3つの良さでした。続いては誰？3つって言わないといけないわけじゃないよ。はい、それでエイミーの。とりあえず、うちはイケメンが多すぎて。理想か。それいや、マジで、マジイケメンしかいない。いや、本当にイケメンと美女しかいない。これはもうじゃ女性ホルモンまんまん出たら最高だね。女性もうね、だから肌綺麗になったじゃない。そうなの。一応にもいい。そう、一応にもいい。最高。でも彼氏多分12回できた。いいなぁ。なんかまたここに来る目的ができた。そうね、まあ、遠距離感が楽しい。妄想激しかったよね。のカフェの流れで行ったら、コーヒーのさ、文化が盛んだから、コーヒーメインって言われてたけど、うん、なんかどこのカフェにもビーガンとかあったから、すごいなって思った。絶対にあるよね。絶対にある。店にベジタリアンとビーガンは、しかもどんなカフェとかレストランでも、必ず食べれるようになってるっていうのは、すごいなって思う、あれは。マジです。結構どこ行っても頼めばそんなできる。でもちょっと高いね。あ、高い。高いよ、それ。そこはなんか一緒なんだけど、でもなんかさ、より質のいいものを使っとるんやろなっていうのは、それは思っちゃったね。はい、じゃあリコ、リコちゃん、キャンピングカーから参加のリコちゃん、はい、ありがとうございました。参加してくれて、はい。あのね、結構そのまっすぐ通る、なんか続いとる道でも、後ろから見るまっすぐ続く道がめちゃくちゃ良かった。いや、いいんだ。あれすごかった。後ろめっちゃ綺麗。通り過ぎてく後ろ。そう、なんかそうなんだ。どんどんこうなくなってくんやけど、その周りと、とにかくまっすぐの道の、あの感じが結構好きやったかな。あれ乗ってる人にしか分からない。いや、そうやね。ちょっとライバルさんは全然一回も見てない。この前の景色なんですけども、後ろから見る感じで、後ろがいいんだ。鳥肌がすごかった。前とはまたなんか違った感じやね。あ、そう。あの通り過ぎてく感じがすごい好きやったなっていうのと、うん、あ、でも似てくるけど、あの地平線が見えるバーッと広がってるところの、なんか動物おる方も良かったけど、うん、もうちょっとあの北上してった方の、本当になんかもうアフリカみたいなところが、はいはいはい、ダーって広がったところが好きやったかな、うん、あの景色は本当に。もう永遠だったね、泣けたね、あれは。あの、バーって木がこうあって、ところどころ木がなくて抜けて周りが見えるところが、はいはいはい、あったね。で、空と、なんか大地がパーって見えるのがすごい。あ、あと俺もかったな。ちゃうやっぱね、あの1日目のキャンプの夜空だね。あ、まあ、星空だね。てか、あの角度っていうの、月あ、月もすごかったね。見たことない。光がすごかったね。光がすごかった。なんか月ってあんなに明るいんやって。光線のようですね。あれは良かったな。写真でも撮ったけど、あれは見ないと。いや、間違いない。あの真っ暗の時も知って、うん、また月が出てきたら良かったね。あれはすごかった。すっごい明るくなったもんね。あの3つ目は？3つ目海のさ、あの絶壁みたいになったところの岩が時々見える。はい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 、はい、あそこの、ね、オーシャンロードのさ、はいはい、降りたとこね。あそこもちょっと感動的な。あれはすごかったね。釣れるもんだね。釣り込み、釣り込み、釣り込み。全然思い出せるんだけど。上書きか。選ばんでいいよ、じゃあ。いろいろ出すとすると。選
いや、思い出せんのだよ、多分。いっぱいありすぎて、もう過去のやつが分からなくなってるんですよ。マジで、エビは3日目のシャワーにだいぶ感動してた。3日間浴びれたんだ、シャワー。お湯最高って言ってた。あれはめっちゃ感動したわ。そうだそうだ。シャワーのありがたみを感じた。シャワーのありがたみ感じて。気持ちよく感じた。ね、あほりにやっちゃった。ありがたみ、あほりにやっちゃったもんな。あほりにやっちゃった。あの真集中が面白かった。あれテンション上がったでしょ。あれだから久々にそのお湯を味わってテンション上がっちゃった。お湯のありがたみを知ったね。あれ初めてなんかあんなに風呂入らなかったの。いやそうだね、3日入らんのは私も多分ないな。それこそこの旅で初めての経験が多かった。そうだよね、絶対。だってこういうところで寝るのも初めてやし。そうだよ。じゃあそろそろエイミーまとめてお願いします。そういうのさ、本当に苦手だから。じゃあまとめていただいて。嫌な、ヒトロ。ヒトロね。ヒトロも良かったよ。まとめてね、今回本当になんかいろんなプランがあったよね。なんか今普通の旅行、まあ、旅行シティだけでも旅行っていうかツアーとかそういう風じゃなかったですね。なんかオリジナルな感じがして、全部前半後半とまた顔も違ったし、キャンピングカーもあったし、まあ、こんだけいろんなのを見れたのが良かったね。天気も良かった。キャンピングカーに行っても場所によって一つ一つ顔がオーストラリアの顔が違ったし、うん、なんか面白いね。あとは一番はあれだね、オーストラリアの 人柄が良かったね。やっぱりフレンドリーだった。やっぱね、みんなフレンドリーですごく気持ちよく、オーダーもね、仕方もすごくビューティフォーが良かったね。あのホテルのオーダーも良かったね。ああ、良かった。ヒトロの日本語を頑張って聞きとった。あやっとね、フラットね。嫌な気分でしんかったな。そう、本当に全然しなかった。本当に優しかった。そう、アジアだからっていう感じはなかったね。確かに。まだまだ一部だと思うけど、なんかオーストラリアをもう全て知った気になったね。確かに、まだエルボルンだけどね。次は違うシティか、やっぱりこの赤土を目指すか、まあ、なんかそういう旅行もしたいなと思って。見たい。あれだね、あと何だったっけ、本当に荒野を走りながら、ところどころたまに街になったじゃん。そう、はい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 、あの街入った時のなんか地平線からなんか急にまた変わってローカルな、一瞬の街だったけどね。なんかあの雰囲気の違いっていうか、あれ街、ちっちゃな街良かったね。そんな感じで、じゃあとりあえずオーストラリア旅行第1回第1部終了とします。はい、じゃあ2部は今度いつはスタートするか分かんないけど、じゃあこれで、終了。はい、じゃあまた配信します。配信すればよかったやん。いや、ほんとやよね。絶対さ、手に持ってない方がいい。
大丈夫です。今ちょっとハリーステキューなので、うち絶対激しいです。顎周りも張ってくるもんで、そんでが緩んだりとか、あとはその皮膚に刺激を与えるっていうことやで。すごい、なんかここに棒が見える。そう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 。これ本当刺さってるだけです。こう入れてるだけです。今ちょっと飛び出た部分も刺してるの？あ、そうですそうです。こうやってあるとちょっとだけ飛び出てるんですよ。あ、毎回あ、ほぼ。そうです。じゃあ、俺もできる？あ、できます、できます。ちょっと待ってくださいね。うわ、すごい。人の見るとちょっとすごいね。なんかゾッとしない。そう、こんな感じで。おお。少しお休みください。てかさ、ちょっと破れてきてないかな、どこも。ちょっと、ね、嫌でさ、なんか早いね、手下げ。ありがとうございました。長旅お疲れ様でした。帰れるのはリコちゃんのおかげです。ありがとう、本当にマジでありがとう。拍手喝采、ありがとう。このご恩はもう、いってらっしゃい、気をつけて。水泳に避けてるんだ。違う。バイバイ。Yeah.
ちらが追い出した。もう難しい。 Girl when you look like that Close up, close up I'ma get closer to you Yeah, got me baby Got me hooked on you once again Damn Girl I need you How many times do I want you Cause we could be so completed Baby I'll let it want anyone new Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it.